前半の30分決めたのは中川。アングラガンで足元つないでダイレクトから内にクロスー、中川でした。決定機つないでいきますが狙っている、中川取ってゴール。相手がつないで来ようとしたところ、しっかりと高い位置からのプレス、マイボールにして落ち着いてゴールに流し込みました中川です。そして松木のシュート、こぼれている、中川。 FC 東京先制です。東で裏返して中川、中川、中川来た、中川、おお、刈り取りましたが、ただここ中川です。ファーガンでカシーフも上がってきました。中川を使う、中川シュートだ。見事中川が決めました。左隅、先制 FC 東京です。素晴らしいカウンターでしたね。さあアダユト前に行けるか、岡村をかわした、低いボール、中川シュート決まった。FC 東京1点返しました。中川の今シーズン4点目。同点に追いついてという、 FC 東京が逆に追いつかれてという鹿島。中川一度ディエゴは膨らんだ、中川入れた、前に来たディエゴ、見事な駆け引き、出し抜いたディエゴ、リベイラヘディング、クロスバー後ろから中川、これも1ゴール。タイミングと合わせ方、迫力ありましたし、はい、まあ、このクロスバーの後の中川の、中川がドリブルに入る、行った中川が、行った中川が、少しスピードを落として外を見た、そこには長友がいた。パスがくる、さあ中川、中川横パス、ディエゴ・オリベイラー、東が縦に当てます。さあようやくアダユートン、アダユートン、中川だ、縦に行って中川、ナイスキーパー、前に出ました、チョン・ソンリョン。裏、中川抜ける、ファーにアダユートンとディエゴ・オリベイラ、さあまだ行く、まだ持っていってマイナス、あ、ディエゴ・オリベイラのシュートですが、ブロックパスする、中川、さあ田中来た、田中は FC 東京先制、前半37分。ワンツー、熊田、熊田が来る、中川へ、中川、まあ、いない選手の話をしてもなんですけど、やっぱ田中聡の不在というのは大きいかなという感じがしますね。今日は中央ダワン、プレスバックは中山です。